はい、よろしくお願いします。ツイッターを見てたらですね、今日終業式の方が多いみたいなので、通知表が返ってきますよね。だから通知表がもらった時にするべきことっていうのを話していきますので、よかったらお付き合いください。で、実際ね、通知表返ってきたと思うんですけど、どうだったみんな。きっとね、満足いく方とか、ちょっと凹んでる方いろいろあると思うんですけど、やっぱり通知表っていうのは、まあ親とかにも見せることもあって、一喜一憂して終わってしまうとこだよね、結構。それで終わっちゃうんだけど、ぜひその一歩先、特に凹んでる時にはね、考えにくいかもしれないけど、ぜひ、それを、分析して、その先だね、作戦を立てる。っていうとこまで持ってってください。では実際に具体的な数字をね、使ってやっていくんですが、中学生であれば9項目、まあ、9科目か、あるので、で、マックス5だよね。だから区語四十五、マックス45になるんですけど、全部入りきらないので、今回は主要5科目の国数、英理、社のみで説明します。で、例えば通知表の結果がね、どうしようかな。じゃあ国語が2、数学が4、英語3の、理科3の、いや、理科4にしようか。4の社会3にしておきましょう。で、こういう結果だとします。通知表がね。で、これ計算すると、16ですね。全部足すと。で、これを、じゃ次に18に持っていきたいとします。2上げたいんですよね。そうしたときに、じゃあ2どこで上げるって考えると、やっぱり少ない数字の方が上げやすいっていうイメージがあるので、ここまず3にしようよ、みたいな。で、英語と社会3か。でも、社会の英語やまずいな。社会の方が得意だしな。じゃあ社会頑張るか、みたいな。こう、みたいな。じゃあ次これ目指して頑張ろうぜ、みたいな。風にやりがちです。で、もちろんこれが悪いとは言わないんですけど、もうちょっと踏み込んだ作戦を立ててほしいというのが本音です。実際にですね、数学と社会を使って説明していきます。こうと、こっちか。4と3ですよね。で、中学生であれば、ほとんどのが中学校がそうだと思うんですけど、この数字の横にアルファベットが4つ書いてあります。国語は多分5個になってるとかあると思うんですけど、アルファベットが書いてある。まあ、20丸とかっていうその印かもしれません。で、これがすごく大事で、例えばじゃあ、今回のこの数学と、社会ですね。見てみたら、A、A、B、B だとします。この子が。で、もちろんこの順番はいいです。B、A、A、B でもいい。数が大事です。A が2個の B が2個です。じゃ、社会を見たら、A、B、B、C だとします。いいですか？で、これ右に書いてあるんですけど、基本的には5っていうのはオール A、もしくは B が1個です。で、これも地域差、学校差が出るので、この1個 B が4に入るとこもあるんですが、自分のね、担当してた中学が、基本的にこの感じだったので、今回ちょっとこれで説明させてもらいます。で、4は B が2個、もしくは C が1個です。で、3飛ばします。1はオール C、もしくは B が1個。で、2が B が2個の A が1個。あとは C ですね。で、なんで3書いてないかっていうと、他はほぼ3ですもん。だから3っていうのはめちゃくちゃ広いんです。3がすごく広くって、端っこに4とかちょこちょこってある感じ、イメージとしては。で、なんで今回こんな話をしてるのかっていうと、これ、みんな今ね、この、取ったじゃないですか、4と3がありますけど、この4、数学の4って AABB なんで、これ、あと1個、B を A にできれば5に変わりますよね。一応この、右の理論で言えば。でも、この3っていうのは、ABBC なんで、1個 A に変えて、C を B に変える。つまり、2項目上げないと4に持っていけないんですよ。だから、もちろんね、この英語のアルファベットの数だけで判断するっていうのも難しいところはあるんですけど、これだけで見たら、こっちの方が簡単なわけですよ。4から5に上げる方が。なぜなら5に近いから。っていうとこの分析までしてほしいんです。わざわざ英語を書いてくれてるので、さっきも言ったように、そのね、お子さんの、まあ、みんな自身の実力、今の実力にも違って変わるから、一概にアルファベットの数が1個だからこっち目指そうぜって言えないのもあるんだよ、もちろん。4から5に上げるには得点上げなきゃいけないからね。ならないんですけど、そこの分析を
してほしいんです。そこまでちゃんと見てほしい。そしてもう一つお伝えしたいのがこの4項目ですね。知識理解とか関心意欲態度とかいろんな項目が書いてあるんですけど、全部の科目に絶対あるのが関心意欲態度です。もちろん他のもね共通してるんですけど、表現が変わってたりするのでちょっと判断しにくいんですが、関心意欲態度、これのアルファベットが何になってるのかを見てください。みんな全部の科目だよ。今回書いてない技術課程とかも入れて。で、これは A を取る。なぜなら、これはテストの得点全く関係ないから、関心欲態度は。これは授業態度、そして提出物です。主にこの2つ。これだけで決まったもの。で、他の3項目は知識理解とかなんで、まあノートのね、ノート提出した時にノートの書いてる内容とか、あとは、テストの結果とかが加味されるんですけど、関心意欲態度は主にさっき言った授業態度と提出物、この2個で決まるので、例えば提出物を忘れて出してるとか、あと出してないとか、遅れて出すとか、そこをまずやめる。で、答えはね、写されたできないって時もあると思います。でも、やっぱ答え写したのバレるからね。絶対わかるもん、俺でも。写したら。だからそれを写さず頑張るか、もしくは、多少写してもちゃんとやったように見せるかっていう。ずるいけどね。でもこれが大事なの。テスト関係ないから、この A は。で、なんでこんなに強調するかっていうと、特に1と2を取ってる子にとってはね、よく聞いてほしいんですけど、A がさ、例えば関心欲で1個つくでしょ。残り C 取っちゃうと確かに2になっちゃうんだけど、1個でも B 取っておけば3に上がるんだよね。通知表で1と2ってのは結構なダメージを食らいます、これ。高校の受験の時に。やっぱり3で止めてほしいの、なんとか。オール3にしてほしい、最低。だから、この1個 B が辛いって思うかもしんないけど、これテストで40点取っておけば、基本的にどっか B 引っかかるから。40点が辛いって思うかもしんないけど、40点は努力で持っていけるから。80点取れって言ってるじゃないからね。だから、そのためにも関心欲、ここが大事なの。ただし、これ先生によってはすげえ癖がある先生がいて、なんでこの生徒 B なのって時もあるんだよ。特に、その授業で発言できない子いるよね。もうそれ性格だからさ。だからよくそういう子には、手あげろ手あげろとは言わないし、俺は。そんな辛いこと共有しないから。だからもしかしたら、そのね、できない分、どんなにノートが綺麗で、ね、授業態度が良くても B になっちゃうかもしれない。まあそれはね、先生はちょっと癖があるから何とも言えないんですけど、でも、ここの A は取りに行く。必ずね、特にここのゾーンにいる子。で、もちろん、上のゾーン、3から4を目指したりとか、4から5を目指す場合は、B がちょっとね、邪魔になるので、もうここだけは A 死守しようぜって。で、なんなら、ここに B がついてしまった時、保護者の方、ちょっとね、保護者の方大変かもしれないですけど、どうしても納得いかなかったら、先生に聞きたらいいです。どうやったらうちの子これ A に上がりますかって関心を受けたと。何が足りないですかねって。嫌味っぽくならダメですよ。そう、本当に素直な気持ちでここに持ってきたいんですけど、みたいなのをぜひ聞いていただけたらと思います。この関心欲態度の A は本当に楽、楽と言ったら悪いけど、テストの結果が関係ないので、ぜひ、死守してください。なので、今回お伝えしたいのは、数字だけで一喜一憂するのではなくって、その横に載ってる英語をちゃんと見て、そこで分析する。そこから、次はどこで取るのかっていう作戦を立てる。そして、関心欲態度っていうところを、まず見てみて、そこが B とか C とかついてる場合は絶対提出物引っかかってるからね、それ。だからその辺を改善していくっていうのを意識してください。ではね、ほんと簡単な説明となりましたが、今回は通知書をもらった時に、そのするべきことというのを話させてもらいました。最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。